ちは旦那です。スーパー株純正のレグレートレクチファイアで、全波声優用ジェネレーターって使えないものなんですかね？試してみましょう。予備に持っていたスーパー株のメインハーネス。これを見ながら配線の流れを考えたいと思います。レグレートレクチファイアがつくところ、当たり前なのですがバッチリとはまります。その他の手持ちのレグレートレクチファイアもカプラーははまるようです。カプラーの形状を確認し、テスターで一応配線の流れを確認しました。手持ちの配線図に間違いなかったですね。レグレートレクチファイアもテスターで当たってみましたが、結論から言うとよくわかりませんでした。ググってみて以前に調べた内容を思い出しましたよ。ジェネレーターで発電された電気は、充電回路は整流され電圧を調整されてからバッテリーに行き、ライト回路は最大電圧の制限だけでしたね。レグレートレクチファイアのカプラー写真で説明すると、右下の緑はボディアースで左上の赤がバッテリー、左下の白が充電回路で右上の黄色がライト回路。このうち全波声優に使えそうなのは黄色以外の端子ってことですね。よくわかりませんがまあやってみましょう。だいたいこんな感じで部品を用意して、メインハーネスのカプラーを見ながら必要そうな回路を作ってみました。作ってみてわかったのですが、普通の250型4極カプラーではメインハーネス側のカプラーにはまりません。メス側のロックの大きさが普通のカプラーより大きいので、ここはロックなしのカプラーを用意する必要がありました。たまたま持っていたというか、ゴリラの時に苦労した残骸が残っていたので利用することにしました。何事も経験ですねー。旦那の経験値が1ポイント上がった。なんじゃらかんじゃらと悩みながら作った変換コネクターがこちら。ジェネレーター側の発電回路の片線をアースにつなぎ、無理やり充電回路だけをレグレートレクチファイアにつなぐようにしました。ライト回路は充電回路と共バサミにして全部をバッテリーから給電しています。ライトの電圧制御用の端子は使わずに開けています。これでなんとかならないかな？それでは実際に株に装着してみましょう。まあ合うように作ったので当たり前なのですが、すべてポン付けで株に装着できます。それでは実際にエンジン始動してみましょう。ワクワクしますねー。とりあえず無事にエンジン始動です。ヘッドライトが点灯しているってことはライト回路にも給電されているってことですね。各所の電圧をチェックしてみます。少々アイドリングが不安定な気もしますが、温まっていないのでこんなもんなのかな？あれ？何か変ですねー。バッテリーの端子で測定してもまともに給電されていないようです。約 17V。さっきのは測定ミスだったのかな？って見ていたら急に 3V くらいに落ちました。エンジンの回転数に合わせ変動するってことは、おそらく発電はされているけれども、まともに整流されていないってことですね。発電に関わる箇所をあちこち測定して、どこまで正常でどこからおかしいのか確認してみました。旦那が確認した結果では、ジェネレーターは正常に発電していましたが、レグレートレクチファイアで整流された回路は、まともな値が出ませんでした。なんでですかね？しかしながらこれで一つの結論が出ましたよ。全波声優用ジェネレーターは純正レグレートレクチファイアでは、まともに声優できないかもしれない。
おとなしく手持ちの電波声流用レグレートレクチファイアを使った方が良さそうですね。なんとかなりそうなものなんだけどなぁ。暗くなってきたので今回の検証はここまでとします。とりあえず動くようにしたいので次回はまともに電波声流する予定です。余力があったらまたやってみるかもしれません。期待しないでお待ちください。おしまい。次回予告。最後までご視聴いただきありがとうございました。カブ仲間のクロスカブにパワースタンドをつけたいそうなのですが、適合するパーツがないので適当なものを購入したそうです。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。カブ仲間が集まればなんとかなっちゃいますよ。